にちは。モモガール公認ママライバーのかゆです。普段は愛知県にて子連れヨガなどのヨガのレッスンを行っております。今回はラクダのポーズというポーズをご紹介していきたいと思います。このポーズは猫背を解消してくれるポーズでもありますので、猫背気になる方ぜひぜひ一緒に動いていきましょう。それでは早速動いていきます。まず縦膝になっていきましょう。足幅を腰幅程度に開いて縦膝になっていきます。見にくいのでね、私横を向いていきます。つま先を立てて、バランスをとっていきましょう。いけそうな方はね、寝かせていただいても大丈夫です。ここから両手を腰に添えていきます。吸う息でゆっくりと肩甲骨をぐっと引き寄せて胸を開いていきましょう。ここからさらにいけそうな方、両手をかかとの上に乗せていきます。骨盤を前に突き出すように体の前側を伸ばしていきましょう。頭は背骨の延長線上に置いていきます。ここで呼吸していきましょう。鼻からは大きく吸って、鼻から細く長く息を吐いて、もう一度鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。あと一呼吸いきましょう。鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。それではゆっくりと両手を腰に戻して上体を戻していきましょう。ここでさらにいけそうな方、つま先寝かせていきます。そこからかかとの上に両手を乗せていきましょう。このポーズは無理にやってしまうと腰をね、痛めてしまうポーズなので、ご自身の無理のない範囲で行っていきましょう。もしきついなと思えば一個前のポーズに戻って行ってみてください。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回は船のポーズというポーズを行っていきます。少し強度を低減したもので行っていきますので、ご自身の状態に合わせて行っていきましょう。このポーズはお子さんとも一緒にできます。ぜひぜひ一緒にチャレンジしてみてください。それでは早速動いていきましょう。まず両膝を立てて、両手でまず床を押していきます。背骨ぐーっと引き上げていきましょう。両手を膝の後ろに組んでいただいて、ゆっくりと背中を後ろに傾けます。ここからゆっくりと両足を床から浮かせましょう。すねが床と平行になるぐらいまで持ち上げます。ここでキープでも大丈夫です。さらにいけそうな方、両手を前に伸ばします。ここでキープしていきましょう。3呼吸です。ブルブルしますがキープしていきましょう。鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。鼻から大きく吸って、ゆっくりと息を吐き切りましょう。あと一呼吸、鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切っていきます。それでは両膝を床に下ろして上体を戻しましょう。両膝を抱えて少しお休みのポーズで筋肉を緩めていきます。それではゆっくりと戻っていきましょう。このポーズはお子さんとも一緒に楽しんでいただけます。ぜひ一緒に動いていきましょう。それでは、先ほどと同様に両膝を立てて座っていきます。お子さんをお腹の上に乗せていきましょう。今度はちょっと負荷がかかるので無理にね、手を離さなくても大丈夫です。両手を膝の後ろに、組んでいただいて、ゆっくりと背骨を後ろに傾けます。床から足を浮かせていきましょう。ここでキープします。鼻から大きく息を吸って、いけそうな方ね、両手前に伸ばします。鼻からゆっくりと息を吐いて、もう一度鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。ラスト、鼻から大きく吸って、背骨まっすぐに伸ばしていきましょう。
背骨まっすぐに伸ばしてゆっくりと息を吐き切ります。それではゆっくりと足を戻してあぐらの姿勢に戻っていきましょう。このポーズはしっかりとね、お腹の筋肉を鍛えてくれるポーズです。ぜひぜひ皆さん一緒にお腹の筋肉鍛えていきましょう。お疲れ様でした。またお会いしましょう。ありがとうございます。今回は虎のポーズというポーズを行っていきたいと思います。このポーズは体幹を鍛えてくれるポーズとなっております。ぜひ一緒に体幹を鍛えていきましょう。それでは早速動いていきます。まず四つん這いの姿勢になっていきましょう。肩の真下に手首が来るように、足の付け根の下に膝が来るようにセットしていきましょう。足幅腰幅程度に開きます。ここから右足を後ろに伸ばします。つま先までまっすぐ伸ばしていきましょう。この時に骨盤が開いてしまわないように骨盤床と平行をキープしていきます。さらにいけそうな方、左手をアップ、まっすぐ前に伸ばしていきます。ここで呼吸していきましょう。3呼吸です。鼻から大きく吸って、鼻から細く長く息を吐いて、手と足でぐーっと引き合います。鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切りましょう。お腹にぐーっと力入れていきます。ラスト、鼻から大きく吸ってゆっくりと吐き切ります。息を吐き切ったら手足を床に戻しましょう。今度反対いきます。まず左足後ろに伸ばしていきましょう。まっすぐに伸ばしていきます。つま先までしっかりと意識できそうな方は意識していきましょう。さらには右手を前に伸ばします。右手を前にぐーっと引き合って、足と手で引き合います。それでは呼吸しましょう。鼻から大きく吸ってゆっくりと吐き切ります。肩の力抜いていきましょう。鼻から大きく吸ってゆっくりと吐き切ります。ラスト一呼吸いきましょう。鼻から大きく吸ってゆっくりと吐き切ります。ここでしっかりと最後まで吐き切っていきましょう。手足を引き合ってバランス取っていきます。ナイスキープです。ゆっくりと手足を床へと下ろしたら、あぐらの姿勢に戻っていきましょう。お疲れ様でした。このポーズはしっかりとね、お腹あたりのこの体幹をしっかりと鍛えていくポーズとなっております。ぜひぜひ一緒に体幹を鍛えて、産後ダイエット頑張っているママさんも一緒にダイエット頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回は肝抜きのポーズというポーズを行っていきたいと思います。このポーズは脇腹を心地よく伸ばして呼吸が入りやすくしてくれます。呼吸が入りやすくなることで気分がね、リフレッシュしやすくなりますので、ぜひぜひ一緒に動いていきましょう。それでは早速動いていきます。まず縦膝になっていきましょう。足幅腰幅程度に開いて縦膝になっていきます。まず右足を真横に出していきましょう。吸いながら両手を真横に広げます。吐く息で体をゆっくりと右側に倒して、右手は膝以外のつけるところに添えていきます。左手、耳の横に伸ばして、脇腹が心地よく伸びるところでキープしていきましょう。さらに行けそうな方、目線天井に送っていきます。呼吸していきましょう。鼻から大きく吸って。鼻から細く長く息を吐いて。もう一度鼻から大きく吸って。ゆっくりと吐き切ります。ラストいきましょう。鼻から大きく吸ってゆっくりと吐き切っていきます。左手遠く伸ばして、脇腹心地よく伸ばして、ゆっくりと上体を起こしていきましょう。足を変えていきます。今度左足いきます。左足真横に伸ばして、吸いながら両手を横に伸ばします。吐く息で体をゆっくりと倒して、右手遠くの方に伸ばしていきましょう。脇腹を伸ばしていきます。
で、そんな方は目線天井へ送って呼吸していきましょう。鼻から大きく吸って、鼻から細く長く息を吐いて、もう一度鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。ラスト、鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切っていきましょう。息を吐き切ったら上体を戻していきます。あぐらの姿勢に戻っていきましょう。このポーズは脇腹を心地よく伸ばしていくポーズです。普段呼吸が浅くなっていると肋骨が硬くなりやすいので、このポーズでしっかりとストレッチをして呼吸が入りやすい体を作っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回は花輪のポーズというポーズをご紹介していきます。このポーズは婦人科系の不調などにも効果的なポーズになっておりますので、ぜひぜひ一緒に動いていきましょう。それでは早速動いていきます。足幅を腰幅よりも少し広めに開いてしゃがんでいきましょう。この時に後ろに倒れてしまったり安定しにくい方は、ブロックだったりクッションをお尻の下に引いて、その上に軽く座っていくような形で行っていきましょう。それではしゃがんだら両手を胸の前で合掌していきます。肘と膝でしっかりと押し合いながら肘をぐっと張っていきましょう。背骨をまっすぐに伸ばして呼吸していきます。3呼吸行っていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から細く長く息を吐いて、もう一度鼻から大きく吸って、ゆっくりと吐き切ります。もう一呼吸、鼻から大きく吸って、吸う息、背骨を上に上に引っ張っていきましょう。吐いてゆっくりと息を吐き切ります。お腹にぐーっと力が入るところまで息を吐き切っていきましょう。それでは両手を解放してゆっくりとお尻を下ろしてあぐらの姿勢に戻っていきます。ぜひぜひ皆さん一緒にチャレンジしてみてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。